ベスト学院の千葉です今年の国語の傾向は例年通り大門6台の構成ですではポイントを解説していきます大問2 1 1に当てはまる最も適当な言葉を右の白中から11時でそのまま書き抜きなさいという問題です感賞文では3階の窓から見下ろす僕の目が 視覚的に捉えてているものは1ですすと書かれておりますこちらを踏まえまして城の中では「3階の窓から僕は眺める」そして「丸い小さなきれいなもの」とありますので「丸い小さなきれいなもの」が正解です続きまして2番「2」に当てはまる最も適当な言葉を1つ選びなさいという問題です 文ではそれは何も語らないけれどもひっそりと動いてゆくその様子が僕に傘の下の少女たちのに日常を想像させますと書かれておりますこちら城中でもひっそりと動いてゆくとありますので「あ静かに移ろいゆく」が正解です 続きまして3番、3に当てはまる最も適当な言葉を次の中から一つ選びなさいという問題です。こちら、鑑賞文では、そのような僕の想像から3、眼差しを感じ取ることができるのですとあります。こちら、詩の中では、少女よ、どんなに雨が降ろうとも、 あなたの黒いまつげが明るく乾いていますようにと作者の僕が願っておりますのでいいかく優しいが正解です続きまして大門3番1こちらの読み方を現代仮名遣いに直して全てひらがなで書きなさいという問題ですこちらは 1に当てはまる最も適当な言葉を本文から7字でそのまま書き抜きなさいという問題です。こちら会話文では b さん人の短所や行動を非難したり隠していることを暴露して 恥をかかせたりするのはどれも一であると説明しているねとあります。こちら文章では、人の短き,短きをそしり、浸ることを難事、隠すことをあらまし、恥がましきことを正す、これらすべてあるまじき技なりと書かれております。よって、あるまじき技が正解です。 2に,に当てはまる内容を30字以内で書きなさいという問題です。こちら会話文 A さんでは口が軽いことの影響も書かれているよあの人には話さない方がいいと思われて距離を置かれることもあるしそれに2こともあるということだねと書かれております。文章では 人の包むことのおのずからも聞これおずからもおずから漏れ聞こえたるにつけても枯れ離れじなど疑われんとありますのでこちらを現代語訳に直しますと他人が隠していることが表に出た時自分が関係したと疑われるとなります続きまして大問41 僕はその場を立ち去ろうとしたとあるが慎吾がそのようにしたのはなぜか説明として最も適当なものを一つ選びなさいという問題です。こちら文章では「正人が面白いことをしたも面白いことを言ったのか一年生たちが笑い出した」とありそして「もうこの放課後の体育館に 僕の居場所はないとあることから。い、体育館の中を覗くと自分の仲間だった2年生の部員と1年生たちが楽しそうにしていたため入りにくさを感じたからが正解です。続きまして、4、僕は自分の本当の気持ちに気がついたとあるが、この部分で この部分での信号の心情についての説明として最も適当なものを次の中から一つ選びなさいという問題です。こちら本文ではもっとみんなとバスケをしたかったなと書かれており、前書きでは落ち着かない気持ちが続いているとありますので、う、自分は仲間と一緒にバスケを続けたかったのだと気がつき、気づき、 ずっと感じていた落ち着かない気持ちを解消するきっかけをつかんでいるが正解になります続きまして大問5 2次の図は1段落から7段落に示されている筆者の考えについてまとめたものである x に当てはまる最も適当な言葉を本文の1段落から 7段落の中から7字でそのまま書き抜きなさいという問題です図の中では「X ことはしなくてもよく要点を拾ってチェックすればよい」と書かれておりますこちら文章では「6段落本の全体を把握する必要はありません論旨をそこまで厳密に追わずにむしろ アイ,テムアイテムらしきものにパッパと印をつけていくとは書,かれ書かれております。よって全体を把握するが正解です。続きまして54「本とは冒頭からリニアに読み解くべきものではなくその都度必要に応じて内容を取り出せるノンリニアの道具箱です」とあるが。 筆者がこのように述べるものは執筆,筆のために本を使った時に本についてどのようなことに気づいたからか60字以内で書きなさいという問題です。こちら文章10段落一冊の本から得られる情報はおそらくそれほど多くはありませんそして11段落随時取り出せるようにしておかないと。 読書から得ら得れることはああままりありませんそして13段落復元できるようにマークやタグをつけておくそしてメタデータの目,的目印さえあれば執筆の際にも十分役立つことと書かれていますのでこちらをまとめますと本は全体を使うわけではなく必要に応じて 内容を取り出せるようにメタデータの目印をつけておけば十分に役立つということが正解です以上国語の回答でした